松波監督、有能コメント。お前変わったな。素晴らしいコメント。8回まで無失点の高橋投手について最後はちょっとありましたけど、それを抜いてみるとね、序盤から安定していてとても良かったと思います。連敗中のチームを救う投球だった。最後のは練習しながらね、対抗策とかも練っていきます。最後まで球威も落ちず攻めていたのが良かったですよ。石川選手のホームランについて、彼のホームランから始まって、中押しダメ押しをすることができた。ここは何が起こるかわからない球場です。最後はヒヤッとしましたけど、久しぶりに息つ取れてよかったですよ。立浪さんの機嫌が良さそうで、僕たちも嬉しい。試合前はいろいろ言われてたけど、勝てば名勝。ホームランも2本見れたし、今回の試合は満点ですよ。子供の日だったし、中日キッズも満たされたね。細川と村松が打線に火をつけてた。マジで神宮だと、中日の誰かが急に確変するのすごいよな。村松を2番で起用したのはクッソ名勝やぞ。カード引き分けだったし、次の巨人戦は勝とう。板山がしっかり打てたのはポジ要素。中日は素晴らしい球団だよ。着実に変わってる。打線が爆発した試合だったね。高橋くんも8回まで完璧だったし、文句なしの試合展開だよ。俺たちの立浪和義。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。